韓国は今までのところ1種目目を終わりまして第3位です。女子の団体総合、大きな2回宙返りも入れまして1分13秒で演技終了。ラインの踏み越しもありません。2種目終わりまして中国が逆転に成功しました。 96.45、 2位が北朝鮮 93.50 と落ちました。3位韓国 92.80、 4位は日本 91.80、 3位韓国とは1点の差があります。加納弥生選手です。去年の全日本の個人総合を制覇しました加納弥生、今年は森尾舞子に奪われてしまいました個人総合1位のタイトル。低いバーに巻いて体を巻いて上に移るという大胆な演技です。1回宙返り降りです、クレーカー降りと申しますか、宙返りで降りました。課外競技場、段違い平行棒は日本最後の演技者森尾舞子です。今年の全日本個人総合優勝を遂げました森尾舞子15歳。フィンガー宙返りを見せました。素晴らしい技です。車輪2回は加点の要素、ムーンサルト折り、うまく決まりました。森尾舞子です。吉川さんも喜んで迎えております。森尾舞子の得点は 9.85 と段違い平行棒日本の6人の選手の中では一番高い得点をマークしました。2種目を終わりまして中国が1位 96.45 と北朝鮮、日本の4番目の種目の最後の演技者です森尾舞子です。森尾舞子の床運動です。3種目を終わって日本が4位から3位に上がっています。曲はおどけた人形の踊り。ムーンサルト危ない、ダブル宙返り、これも C の技です。難しい技、
最後のダブル宙返り2回宙返りはきれいに決まりました。しかし残念なことにちょっと踏み越しがありました。これで 0.1 引かれております。日本は床運動の最後のところに加納森尾という選手を揃えまして、一気に差を詰めようとしておりますが、果たしてどんな得点が出るでしょうか。森尾舞子1分19秒、時間の過不足はありません。惜しくもラインを超えてしまいまして、あのムーンサルトのところ非常に難しい技だったんですが 0.1 です。引かれております。3種目を終わったところで、日本が4位から3位に上がりました。中国、北朝鮮、そして日本、そして4位韓国です。その韓国の選手の段違い平行棒、これはユー・キー・クン17歳の高校2年生の選手です。ついてしまいました。現在4位の韓国、今の段違い平行棒は劉貴金5人目の選手です。ご存知のように6人の選手が、各国代表して出場しております。こちらは中国です。中国の陳英健選手です。跳馬、女子は跳馬は2回飛ぶことができます。そのいい方の得点が自分の得点になります。陳英健は20歳、河南省の出身です。去年の世界選手権で種目別に出まして、平均台で第2位に輝いております陳英健。ひねりました。着地も見事に決まりました。陳英健、今日中国では馬遠光選手が出ておりません。足首の怪我、相当重いようで出場しておりません。これで、だいぶ得点を稼ぐことができなくなるんじゃないかと思ったんですけれども、さすが中国は選手層が非常に厚くて、先ほどの運命選手です。屈伸の宙返り降りです。昨日に勝るたくさんの観客が入りました。日曜日ということもあります。子どもさんの数はそれほど多くありません。惜しみなく拍手を送りまして、どこの国だから拍手をたくさん送ろうということはないようです。非常に均等に拍手を送っております。ゴー・カニー選手です。塚原飛び屈伸の1回宙返りです。ガンジー首相も観戦しております。インドラプラスタ、本当にこの世界に誇る素晴らしい施設をたくさん作りました。今度の第9回のアジア大会のニューデリー。
インドの人たちのこの第9回のアジア大会にかける意気込みというものはこの施設にもよく表れておりまして、しかもアジア大会に対する関心が非常に高いということがよくわかります。そしてこのインドラプラスタの体育館、こういうものが日本にもあるかどうかということをよく聞かれます。それほど誇りに思っているんでしょう。コウ選手の跳馬です。一回ひねっての一回宙返りです。手をついてしまいまして、おそらく相当減点があるでしょう。先ほどこの方だと思いますけれども、映画のスーパースターが来場ということで、場内が大変に揺れまして、口笛を吹いたり手を叩いたり大変な騒ぎになっておりました。さて女子の団体総合、昨日に続きまして中国の優勝が非常に固くなってきております。3種目終わったところで中国が、145.451 位、そして2位が北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国 142.45、 3位が日本が上がりまして 139.15、 4位、韓国となっておりまして 138.10。跳馬で非常に低い得点を出してしまいました日本ですけれども、その後得点を挽回しております。跳馬は今日はかなり厳しい点が各国つけられております。今4つ目の種目が行われております。この中国の跳馬が最後の種目になっております。中国では跳馬が最後、日本が床運動が最後の種目になっております。インドラプラスタ体育館で女子の体操の団体総合が滞りなく4種目全部終わりました。昨日にも勝る大会